しょ、どうもこんばんは。ですね、今日は前もちょっとやったね、靴職人最近買ったものってやつのシリーズ2個目です。僕は靴職人ではないんですけど、修行中ですけど、ちょっとそういうねことにさせてもらってます。プロの方すいません。で、正確には靴職人見習いの、僕が最近買ったもの、前回ね、おしゃれな感じでやってるのを真似してやってみたんですけど、まあおしゃれではないけど、やっぱりね、欲しいものなんですよね。コメントもいただいて、いや、いいもの買いましたねみたいな。特にこの包丁、ここに置いてあるんですけど、包丁の道具箱、包丁が10本ぐらい入ってるやつ、ね、結構使ってます。まあ、包丁は全部は全然使ってないですけど、結構ね、包丁切れ味が良くて、そんで、今回何を買ったかと言いますと、3つぐらい靴作りの材料ではないのかな、微妙ですけど買ったのでちょっと紹介したいと思います。まず1個目、これですね。これこの前作ったローファーなんですけど、これ今シューツリー入ってるんですよ。これをね買いました。よいしょ。このシューツリーはエンツボナフェっていうイタリアのねメーカーのシューツリーなんですけど、少し大きめを買いまして、木型にね合うように削りました。それでこんな感じになってまして、このローファーに、よいしょ、こんな感じで、まあね、概ねジャストフィットです。結構全部木のシューツリーで、この辺もちょっと形変えたんですけど、ブナの木だと思いますけど、質感がいいですね。で、嬉しいことにエンツボナフェっていうこういう刻印みたいなのがどこにもなくて、逆にありがたかったですね。で、こんな感じで結構出し入れにこうちょっと力がいるぐらいのフィット感ではあるんですけど、若干ねこの辺が結構薄いタイプで、少しねこの辺がね靴が浮くんですけど、まあでも大丈夫ですね。シワを取るっていうのが目的なんで。で、裏面はね、分かりますかね、結構この裏面をねえぐってちょっと軽量化みたいな感じにしてみました。僕自分の木型を形違いで3つ持ってまして、一応その3つにどれにも合うような感じで作りました。そんなにね木型で差はないんで、とかなんかなかなか話しちゃいましたけど、こういうねシューツリーを買って削って普通にね合うようにしました。いや、これね結構難しかったんですよね。シューツリーと木型ってやっぱり形若干違うんですよね。木型って抜く時ってものすごい硬いんで、通りに作ると多分全然ね入んないんですよ、シューツリーにしちゃったら。多分シューツリーって木型と少し大きさが違うんですよね。ちょっとその辺はよくわからないんですけど、まあ、割とうまいこと削れて、こうやってねスポッて入るシューツリーができたんで満足です。ちなみに値段は5,000〜6,000円ぐらいでしたね、ヤフオクです。次はこれです。また革、この革なんですけど、ちょっと変わった革なんですよ。この形から想像できたりしますかね。細長いんですよ。これは質感はねこんな感じで、表情のあるデコボコした感じ。これねサメですね。だからいわゆるこれがサメ肌ですね。ザラザラしてる。厚みはね1ミリぐらいで、裏面も別に普通の革って感じで、しなやかですね。サメって哺乳類じゃないじゃないですか、まあ、魚じゃないですか。魚でねこんなになんていうか普通に哺乳類の皮に似てる質感なんですよね、不思議と。魚類の皮だと、あと鮭とかウナギとかあるんですけど、ウナギは見たことあるんですけど実物を、やっぱりね割と、魚だなっていう感じはするんですけど、やっぱりサメは違いますね。このなんか触った感じとかね、厚みとか張りとか、すごい皮らしい皮っていう感じですね。で、サメって水生生物なんで水に強いらしいですね。結構そういうなんか雨用の靴とかいいんじゃないでしょうかね。といっても結構サメのね皮持ってるんですよね。こ
これとか、これもこんな感じのね、サメの皮。ここにはね、あのサメ専用ボックスがあるぐらいサメの種類を結構持ってるんですけど、これはベージュっぽいサメ、これは白いサメですね。白いサメ、ベージュっぽいサメと、なんか白にこう茶色っぽいのが入ったサメ、緑っぽい、紺色っぽいサメ、薄い茶色と濃い茶色のサメ。多分ね、サメの質感がね好きなんですよねだけどまだ一回もサメで靴を作ったことはないです。はい、次はねこれですね骨、足の骨格模型ですねまあ理科室にあるようなあの骨格模型の足だけなんですけど、これを見ながらラスト作りの参考にしようかなと思って、これね関節が割と動くんですよ。この辺の指の関節も動きます。こんな感じでね動くんですよね。なんかね成形物の本とか見てるとこういうあの図解があるんですけど、いまいちねこう想像ができないんですよ。立体で見ちゃえばね一目瞭然だろうってことでこの模型を買ってみたんですけど、やっぱりねあの履き心地で骨に当たると最悪なんですよ。あの靴ずれで皮がむけるの結構大変なんですけど、馴染んできたりもするんですけどね、その辺は骨が当たるのはねマジでどうにもなんないんですよね。この骨の位置とかをね頭に入れておけば、まあ多少は履き心地のいい着型をね作ることに寄与できるんじゃないかと思いまして、これをね眺めてますね。足の骨って26個、まあ、あのオプションみたいなのに入れると28個なんですけど、人間が他の動物と決定的に違うのはこの足だっていうねことなんですよね。まあ、二足歩行するのは人間だけなんでね、なんか神秘が詰まってる模型ですね。でこいつをよいしょこの辺に置いといて、はい、という感じでね3つ紹介してみました。あともう1個だけあったですね。確かに一応お見せしておきます。これも革なんですけど、これはね珍しい、僕もねこれで初めて見た革なんですけど、こういう革ですね。すんごいね柔らかいんですよね。でところどころ穴とか開いてますけど、これはですねカーピンチョスってやつで、カピバラです。まあ、あの質感がねこんな感じのね起毛してる革なんですよね。ふわふわしててすんごい柔らかいんですけど、そこになんかこう白い模様みたいな、そういうのがねついてる。一見これ革なのって思う感じの、ね、質感なんですけど、これはまたこれで面白いなと思いますね。まあ、でも僕初めて見たんですけど、靴の素材としてはそんなにね珍しいものでもないと思います。あのカーピンショツを使った靴の写真は結構見たことあるんで、割とねポピュラーな感じですかね。結構なんかカジュアルなねやっぱりイメージになりますね。ローファーとかスリッポンとかその辺で使ってみたい素材なんですけど、シャークもそうなんですけど、この使ってみたいなっていう気持ちに作る速度がね全然追いつかないんですよねぜひねあの使ってみたい素材ではあるので、またねいつか靴作り Vlog でやっていきたいと思います。という感じで最近買ったものなんですけど、今回も材料やっぱり多めでしたね。見習い靴職人の買ったものってやってますけど、あの見習いをね取れるようにこの辺のね骨格模型とか使ってどんどん頑張っていきたいですね。じゃあとりあえず今日はこんなところで、またちょっと変わったもの買ったら報告したいと思います。じゃあ今日はこんなところで、また次の動画でお会いしましょう。